ライバル。私にもライバルが必要なのであります。シャーロック・ホームズにもモリアーティやアルセーヌ・ルパンがいたように、コナンにもセアカテクド、誰だっけ、ヘイジかコナンにあのヘイジとか怪盗キッドとかもいましたからね私がライバルになってあげる。エキゾチックに協力を求めたら、ノベル Y の存在感が薄すぎじゃないかってエキゾチック、なんでエキゾチックなのちょっと危ない集団だからってこと。これは1じゃない、直球に行ってみようか。私がライバルに会ってあげる。あ、それはちょっと、なんで私じゃダメなのワトソンはワトソンのままでいてくれた方がいいのであります。なるほど、助手でいてほしかったってことなのね。これは一本取られた今日私に話し方さえ直せばいいという人がいたからよ、その口を殴ってやろうかって返しまった。兄貴も話し方を変えた方がいいと思うか。うん、今のままがいい。もう少し優しかったら、だってもう少し優しかったらだったらさ、ちょっとやんわりはしてるよね私さ、正直なところさ、ミルクちょっと苦手なタイプだと思うキャラクターとしては大好きなんですけど、なんか絶対ビビりそうちょっとオラオラ系の喋り方にシューンってなっちゃうちょっとやんわりと2番、もう少し優しかったら。今もそれなりに優しくないか。兄貴はそう思わないのか。あー、ちくしょう。アニスとネアンはよく些細なことで喧嘩しますが、唯一一丸となる時があります。ラピをからかう時、食事に文句を言う時か。これは食事に文句を言う時じゃない。でも2人と言ったら食事だよね。どうなんだろう、どっちだろう。でも私のおやつとかって言ってたしな。食事にしましょう。食事に文句を言う時か。それもありますが、厳密に言うとそれは一丸となるというより個人戦に近いと思います。ラフィをからかう時か。今日アリスがロイヤルロードの話を聞いたらしいわ。久しぶりにその名前を聞いたから妙に昔を思い出すわ。しもべはロイヤルロードに行ったことがあるのかしら。ある、ない。これは正直にあるって言った方がいいんじゃない。アニスのキャラストーリーで案内もされたしね。じゃあ正直に答えましょう。ある。そう、しもべなら一度くらいは行ったことあるわよね。そうじゃなかったら一緒に行こうと思ったけど残念ね。これが正直に答えたものの末路です。仕事中はなるべくミランダと別行動するようにとポリに言われました。二人ともトラブルメーカーなのは分かっていますが、でも一緒にいればお互いをフォローできると思いませんか。いや、トラブルが倍になるだろう。そうだ、一緒に力を合わせればいいと思う。まあ、別行動ってことはさ、例えばさ、見回りをするんだったらさ、まあ、一人でさ、バラバラの場所を見た方がさ、早く終わるってことだと思うんですよ。わかんない、そのポリがさ、どういう意図で言ったのかただトラブルが倍になるだろうって言ったらさ、へこんじゃうと思うんだよ。普通に考えたらへこむと思うんだよね。ここの答えは2番だと思います。100点を取るには。そうだ、一緒に力を合わせればいいと思う。そうですよね。ちょっと心配そうな顔してる。でもポリならきっと別行動させる理由があるはずです。なるべくミランダとは離れて行動します。正直に答えればよかったチャンネル登録よろしくね。外で何かを食べるたびにマスクが不便すぎます。効率的に食べられる方法はないでしょうか。誰もいないところでマスクを外して食べる。できるだけ外では何も食べない。これ外で何も食べないっていうのはちょっときつすぎる気がするので、これは1番だと思います。でも外で誰もいないところってなかなかないですよって言われたらどうしよう。2番だな。1番の誰もいないところでマスクを外して食べるって言ったら、外は人がたくさんいて無理だと思いますっていうと思う。まあなんか帰ってきてから食べればいいじゃないみたいな。今 Uber Eats とかさ、いろいろ家にいながら美味しいものいっぱい食べれるからじゃあ2番にします。できるだけ外では何も食べない。努力はしてみますが、ちょっと悲しいですね。マスクのせいで自由に食べることもできないなんて。やばい。
メイデンと食べ物が食べられるマスクについて話し合った。アウチ。宿所のシャワーはいつになったら治るのでしょうか。マイティーツールズまで動員しましたが、全く治る気配がありません。全知全能のマイティーツールズを持ってもシャワー治んないの？何か他の理由があるのではないでしょうか。急に思い出した階段がある。シャワー室の幽霊の仕業に違いない。まあ、これも どっちもさ、妖怪の仕業だみたいなって感じなのかな。でもラッピーさ、現実主義者でしょ。現実主義だしたよ。幽霊とかあんま信じなさそうな感じだしな。なんかどっちで言ってもさ、そんなわけないじゃないですかって言いそうなんだけど。1かな私。まあ、なぜこっちにしたのかっていうと、まあ、急に思い出した階段があるって言って、そこからこういう階段があって、 なんちゃらかんちゃらって言えば話は盛り上がる。まあ、そうじゃないけど面白、その話は面白いですねって言ってくれそうな気がする。では行きます。急に思い出した階段がある。そうですか、今日はこの辺で失礼します。え？ラピは逃げるように部屋を出て行った。行かないで。ビビってんのかラッピーって。怖いの苦手なのか。良薬は口に逃がしって言葉聞いたことある？どう？それって本当だと思う？まあなんか苦い薬はよく効きますよっていう言葉なんですけれども、でもさ、最近のお薬ってさ、カプセルだったりするからさ、正直なところよくわからん。漢方とかも大体まずいやつ多いしな。この質問をした理由っていうのが、おそらくエーテル変な薬作ったんだと思う。それがちょっと軽く味見したらなんか激まずだった。それを指揮官に飲ませてやろう、8号だっけ、8号に飲ませてやろうって思ってるんじゃないかと思う。まあ私は偏見だと思うなんだけど、ここは本当だと思うにします。本当だと思う。そう？そうなんだ。なんか怖いな。じゃあできるだけ苦く作ってあげる。いいよね。はあ、これから作るんか。エーテルと体にいい味に関する話をした。あー、やだ苦いお薬、やだ苦いお薬、やだ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 。配信にもぜひ遊びに来てね。